新潟県内のお風呂施設を紹介する動画、フロープロジェクト、略してフロプロ。今回は長岡市越後川口温泉リゾートに来ております。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。ようこそ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。当館来たのは初めてでございましたでしょうか。初めて来たんですけど、うもう入ってきた瞬間からも景色が素敵で、そうですね、すごく、はいはい、いろんな意味でいいとこいっぱいあるんですが、はい、まずは宿泊施設からご案内しようかと思いますので、早速、はい、ではこちら、はい、宿泊施設の古民家でございます。古民家、はい、宿泊施設ですか。宿泊施設です。これがですか。はい、中に入ったらちょっと驚かれるかと思うので、楽しみです。すごくお邪魔します。はい、涼しいですね。はい、だいぶこれ空調入れてないんですよ。あ、空調入れてなくてもこれぐらい、はいはい、おー、すごい。すごい、よくドラマとか映画で見る世界観なんですけど。そう、いろりもありますし、すごい。これは使えるんですか。はい、もちろんご利用いただけますし、お米を炊ける。これなんて言うんでしたっけ。お釜もありますが、ここに薪を入れて、はい、すごい、ここに本格的っていうか本物、はい、実際も使えますよすごい、これでお米炊けるんですか。はい、だからかなり今技術が必要になりますけど。でも絶対美味しいですよね。はい、お邪魔します。はい、ここにもいろいろ、はい、かっこいい。あ、畳いいですね。いいですね。でここから棚田もご覧いただける。あー、綺麗。すごいいい景色。そうですね、越後の山々もがご覧いただけますので、緑が綺麗ですね。すごい、めちゃくちゃ広いですね。はい、20名まで泊まることが、はい、一棟貸しというか、はい、はい、一棟貸しで6名様からのご案内でございます。20名まで、はい、で期間にもよって違いますが、はい、5万3000円から。5万3000円ですか。はい、6人で泊まっても1人1万円切る、はいはい、お安いですね。びっくりしてます。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、ただお風呂がついてないんですけど、はい、この後ご案内します、はい、温泉大浴場の方も無料でご利用いただけるような格好でございます。もともとどういう方が住んでたっていうのは分かるんですか。もともとはですね、ここは持ってきたっていう格好で、もともとあるところの地域にあった建物を、もともとなかったものを取り壊して、はい、柱とかを解体してこちらに移転したという格好でございますので、なるほど、はいはい、お子様だと忍者屋敷みたいで楽しんで。確かにワクワクしますね。はい、すごい、はい、こういったところを囲みながら、ここですごく会話が弾みそうですね。弾みますね。はい、はい、ではこの次はこちらコテージの方ご案内いたします。ここがコテージです。さようでございます。すごい、もう 木のぬくもりを。そうですね、早々に感じられる。失礼します。はい、はい、どうぞお座りください。すごい広いですね。そうですね、6名までご利用いただけるようなところでございまして、そこにデッキもございますので、バーベキューも、はい、雨が降ってもバーベキューなどもお楽しみいただけるスペースとなっております。こちらですね、バーベキューが、はい、森に囲まれながら素敵ですね。夏を感じれそうで、はい、涼しいですね。はい、日陰に入ってますので、だいぶ涼しく、夏でも、すごい、はい、6人でもなかなかの広さで。そうですね、はい、一棟貸しで、はい、1万8000円でご利用いただけます。じゃあ1人3000円、6人だと3000円くらいで。さようでございます。お安いですね。はい、おー、広いですね。はい、6名様でお休みなのにはゆったりとしたスペースとなっております。ここにお布団敷いて、はい、川の字で、はい、この後ご紹介する温泉も、もちろん優待料金でご利用いただけるんですが、はい、じゃあユニットバスもご利用いただけます。失礼します、はい、ユニットバスまであるんですね。行けます。いいですね、簡単にこう汗かいたら、そうですね、シャワーを浴びて浴びることもできますね。はい、越後川口温泉リゾート、実は大浴場やサウナが充実していて、その広さや種類は温泉好きの間でも人気。うわー、すごい絶景です。綺麗。しかも露天風呂は想像の一歩上を行くんだとか。
信濃川と魚野川の合流点を一望できる露天風呂。この雄大な自然の大絶景を眺めながら入れる露天風呂は本当に素敵で本当に最高です。広さも見晴らしも言うことなし、知る人ぞ知る穴場なのです。セミの鳴き声とか風の音もすごく自然を感じていいですね。茶色のお風呂はこちらの源泉、その濃さを実感できる浴槽はあるのですが、50度もある熱いお湯なのでご注意ください。雄大な景色、高台とは思えないお風呂の広さ、ぜひいただいてみたい温泉です。お風呂はどうでしたか？お風呂景色が綺麗 で、 そうです、ね、お湯も最高でした、はい、すごくリラックスできました、はい、源泉が50度あるのでだいぶ体も温まるかと思います。ポカポカしてます通りで今、はい、どうぞ。すごい景色の綺麗な場所に、はい、ロケーションは最高のところ。すごい、ここも綺麗ですね。カフェスペースでございますので、こちらが東中カフェになります。東中カフェ、はい、すごくいい眺めですね、はい、この景色を眺めながら、はい、もう温泉でいい景色を眺めたのにまたカフェでも素晴らしい景色を見ながらご飯が食べられるということで、はい、すごく楽しみです。スイーツをご用意しておりますので。本当ですか、はい、失礼いたします。どうぞ。すごい、はい、東中カフェ一番人気のダッチベイベーのベリー&バニラでございます。美味しそう。めちゃくちゃ映えなスイーツですね。そうですね、シュー生地なのでちょっと食感も楽しみながら、はい、ちょっと食べるのが難しいかもしれませんけど。確かに、はい、この東中カフェっていうのはなんか名前とかに意味があったりはするんですか？はい、こちらに東中という、はい、こちら料亭がございまして、そちらの方でもはい、カフェがスペースがございまして、そちらの方の、シェフの方とレシピの方を相談しまして、はい、こちらでご提供させていただいております。そうなんですね、はい、美味しそう。いただきます。うん、すごい、おいしい。温かいシュー生地と冷たいアイスクリームがもう絶妙にマッチして、ね、はい、この時期でもすごくおいしく食べられますね、はいはい、ボリュームがあるのでお昼ご飯代わりに食べられる女性のお客さんともいらっしゃいます。いいですね、甘党にはたまらないです、はい。うん、甘酸っぱいベリーがまたさっぱり爽やかに食べれます、はい、美味しい。あ、うん、香りがいいですよね。飲んだ瞬間に広がって、はいはい、爽やか、すっきりします、はい、ありがとうございます。温泉に入った後に肌最高ですね、はい、今回一番印象に残ったところはどちらでございましたでしょうか？いやもう本当に悩むんですけど、もちろん景色を見ながら入る温泉も美味しいスイーツも良かったんですけど、やっぱり古民家がものすごくいい意味で衝撃的ですごく印象に残ってます、はい、絶対来たいです、はい、ぜひ、はい、素晴らしい。夏は涼しく、冬はちょっと冬景色を楽しみながら、はい、四季折々を楽しんでいただければと思います。いろんな季節楽しめそうです、はい、また絶対来ます、はい、お待ちしております、はい。